ハサミを使って丸を切りましょう。といきなり言っても、曲線を切るのはなかなか難しいものです。まずは目安になる丸を描きましょう。きれいな丸にならなくていいです。空いているところに重ならないようにどんどん描いていきます。間に小さい丸を描くと大小の丸ができるし、紙が無駄になりません。全部上手に埋めるのが難しい場合は、ここにも描けるかな？私が描いてもいい？と声をかけながら一緒に描いていきましょう。子供に好きな色紙を 2、3 枚選んでもらい、丸を描いた紙と重ねましょう。これをホッチキスで留めます。子供が留めるときには針で怪我をしないように気をつけてください。後で切り離しますので、丸のすぐ外側を一つずつ留めていきましょう。これを留めたホッチキスとセットになるように切っていきます。ハサミの練習が必要な子には難しいところなので、大人が切り分けておくといいでしょう。内側のホッチキスが届かなかったところは、この時に留めておきます。ずれないように丸く切るには、ホッチキスを手前にして、その向こう側からハサミは動かさずにまっすぐ、紙の方をくるくると回して切っていきます。線は目安ですので、ずれても構いません。一度に同じ形の丸がたくさんできるので、子供はとても喜びます。小さい丸も同じようにホッチキスを手前にして、ハサミはまっすぐにしたまま、紙の方をくるくると回します。何度も切っているうちに上手に丸く切れるようになっていきます。歪んだ丸もできると思いますが、それも味があっていいでしょう。できた丸はどんな風に使ってもいいのですが、大きな紙を用意しておけば、そこに貼っていきたくなると思います。糊は液体糊でもスティック糊でも構いません。端の方に丸く薄くつけて貼りましょう。盛り上がるほどつけると、はみ出したり垂れてしまったりします。その時は拭き取ってあげましょう。糊で貼るのも経験です。子供に任せて見守りましょう。素敵なオリジナル壁紙が出来上がることでしょう。お子さんと一緒に作る場合は、フレーベル館の遊びのサイト、アソッパをご覧ください。